二重凶爆弾事件とは、大正13年に1月5日に、日本東京府東京市麹町区で発生した爆弾テロ事件。儀列弾による犯行で、不敬事件の一つ。大正13年に1月5日午後7時15分、宮城外苑を経ら中の警視庁日比谷警察署の岡本金栄巡査が、二重強付近で小雨の降る闇の中で佇む男を発見した。 何者か、と不審尋問をしたところ、男は無言でいきなり手榴弾を投げて逃走した。手榴弾は巡査に当たったものの小さな破裂音が下だけで不発であったため怪我はなかった。男はそのまま二重橋を目指して突進していった。物音に気づいた公共正門前の保証に立つこの衛兵二名、福井清と河原長次郎一等兵は、 即座に銃剣を構えて立ちふさがり、男の侵入を阻止した。行く手を阻まれた男は、保証にも爆弾を二つ続けざまに投げつけたが、また二つとも起爆しなかった。この時追いすがった岡本巡査が、後ろから男に飛びつき、保証が前から組みついて、四名の格闘の末に、力尽きた男は逮捕された。男はすぐに、日比谷警察署に連行された。手榴弾は、 成功な作りであったが、一投目の不発の原因は、点火線が折れていたため、発火が創薬に達せずに爆発しなかったものであった。二投目と三投目の不発の原因は、焦った男が安全弁を外さずにそのまま投げたため、発火装置が作動していなかったからで、手榴弾そのものに異常はなかった。男は、拳銃も所持していたが、これは用いられなかった。男ははじめは、 どうせ俺は死刑だから、名前などは絶対に自白しないと抵抗を続けていたが、特別高等警察の厳しい尋問を受ける。その結果、朝鮮独立運動のテロ組織、上海技術団のメンバーで、金実ノルであることが判明した。金実ノルは、継承北道の出身であったが、裁判所書記官の前歴があって日本語が堪能で、あったことから、 実行者に選ばれ、皇居前に侵入して、門を爆破する計画を命じられていた。もしそれが不可能な場合には、帝国議会に侵入して、傍聴席から爆弾を投擲して、議員を殺傷するという第二の計画もあった。金実ノル賞、金実ノル賞が重大匿名を帯びて、内地に潜入するという情報を、日本の特攻は事前に嗅ぎつけていたが、金は、 客船ではなく石炭船が天木丸に密航して、土日したために、警戒網をすり抜けていた。金は風呂敷に、手榴弾三つと、拳銃、船内で食うための食パンを大量に包んで、天木丸の下級船員黒島製系、小林館一、小林海の三名にこの風呂敷包みに、アヘンが入っていると嘘を言い、内地に連れて行ってくれれば、多額の謝礼金を払うと言い含めて、 船底に潜んで前年12月22日に乗船。ところがこの船が各地に寄港している間に食パンを食い尽くしてしまい、1月3日に文字港について密かに上陸し、宿屋に入った時にはアヘンだという風呂敷包みを持っていなかった。3名は不審に思い、金が入浴時に衣服を探るとポケットから手榴弾と拳銃が見つかった。 入浴から戻った金は3名の様子がおかしいのを見て、見られたと思い激怒。ものすごい剣幕であったので、3名は恐れて逃げ出した。金はすぐに通報されると思い、急ぎ夜行列車に乗って、東京に行き、到着した5日の日暮れを待って結婚する、つもりであったが、この時にケイラに発見されて露見した。金は裁判において、死刑か無罪を主張し、 上告も拒否したが、山崎けさや弁護士が独自に行い、検察も死刑を求刑したが、この罪状で死刑判決は明らかに過剰であり、裁判所は一点二審とも無期懲役を言い渡し、刑が確定した。金実章は、収監するなら、朝鮮の刑務所に送ってくれと請願したが却下され、最初千葉刑務所に服役した。また密告を手助けした3名も、 船舶侵入法上罪で有罪となった。その後、昭和天皇の即位記念による恩赦で、懲役20年に減刑されたが、1928年2月20日に市ヶ谷刑務所で獄死した。ありがとうございます。